皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2015年の8月の24日月曜日ですね。時間がまたしても遅れまして午後7時33分ということで申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、昨日のですね、特別講演、山崎市民革命理論とは何かということの要点のまとめをですね、今日のメインテーマにしたいということです。そして、先ほどこの下ですね、コメント欄にアップしましたけど、テキストの全文っていうのがあるんですね。これは1万5000文字近いということで、これは私の、杉並からの情報発信ですのブログに、要点と一緒にですね、個別にアップしましたので、よろしければお読みくださいということです。それと昨日ですか、コメントにアップしていただいたものいくつか読みますけど、石井さん、優斗さんですね、おすすめします、安倍義弘、金融の仕組みは全部ロスチャイルドが作ったと、手軽に読めて正確にお金の歴史が述べられているということですね。からエレファントムさん、山崎市民革命理論とは何かということですね。からミルキーさん、アイボニエさん、講演会お疲れ様でした、感謝と。話題の映画、8月4日山本太郎氏が高校生100人を前にしての政治演説、奨学金、最低賃金、非正規労働についてということの YouTube ですね。これまだ見てないんで後で、見ようと思うんですね。からシカゴさん、巨大資本が国を支配する米国は戦争法案で日本と中国を共倒れにして TPP で艦隊併用支配を目指すと、桜井ジャーナルさんですね。からシカゴさん、明治維新は長州少数民族を支援しての西洋植民地政策エンド明治天皇すり替えと、田伏システム、朝鮮系に乗っ取られた日本と、日本の真相、鬼塚秀明さん。から高橋さん、音声とも非常にクリアで内容も分かりやすかったですと、放送お疲れ様でしたとこういうことですね。それからシカゴさん、大江健三郎氏が原発推進派時代にノーベル賞受賞ということで、ノーベル賞の背後のロスチャ人脈とこういうことですね。ということで、まあ、今日の放送、杉浦さん、コンティニューコインですね、ありがとうございます。それで、最新のお知らせですね。昨日のこの特別講演、私の方のワイワイニュースライブでネット中継したということで、あと天野さんも iPhone で追加中継してましたね。それと日本海賊テレビさんの方でビデオ撮影して、それをアップするということです。それで私の方のワイワイニュースライブの方は現時点で視聴者の総数は740名様ということで、できるだけ多くの人に視聴していただきたいということですね。それから視聴者のコメントで高橋さんから昨日コメントいただいたんですけど、ロスチャイド金融支配下の解放を解く山崎市民革命理論は世界救済の最も実際的な最先端理論ではないでしょうかと、普通の市民が目覚めれば可能な理論なのですということで、そうですね、要するに普通の市民が目覚めると、政府の言うこと、大手マスコミの言うこと、財界が言うこと、御用学者や御用評論家が言うことの嘘をですね、見破って、自らが真実を求めるようになれば、この市民革命理論というのは主体が、日本では1000万人の普通の市民なんですね。利権特権を拒否する賢明な普通の市民が主体であるということなので、普通の市民が革命の主体になると、それが今までの例えばプロの革命家が主導したボルシェビキ、ロシア革命とかですね、とうとうとは決定的に違うと思うんですね。
ということです。それで、今日の私の主張ですけど、これは私日頃思ってるんですけど、日本の特にスポーツ紙っていうのが一体何なんだと。全部で6紙ぐらいじゃないですかね。フランスなんかスポーツ専門の日刊紙っていうのは1社ですよ。1紙だけですよ。なんで日本は6紙もあるのと。でほとんど大手マスコミがスポーツ新聞を持ってるということで、どうでもいいような、報道価値がほとんどないような、どうでもいいような情報、野球とかサッカーとかゴルフとかテニスなどのスポーツ、あるいは競馬や競輪などのギャンブル、あるいはセックス記事等々に特化したスポーツ紙を中心にした、このような報道価値のほとんどない情報が毎日大量の記事として垂れ流されてるっていうのは異常じゃないかと思うんですね。で、今高校野球もう終わったんですか？あれも結局地域ごとの高校野球が地元の人たちの支援を受けて、いわゆる全国で、地域大抗みたいになってるんですよね。あるいは野球も巨人だろうが阪神だろうが、まあ地域的な支援者を募って、自分たちの本拠地の球場をベースにして、たかだかセ・リーグ6球団、パ・リーグ6球団、12球団で毎年、どうでもいいような誰が優勝しようが体制に関係ないわけですよね。それで、誰がどうのこうのとくったらない情報ですね、デカデカと紙面を使って、どうでもいいようなほとんど情報価値がないようなものを写真付きで大量に流してるってね、一体何なのかと。これ日本だけなんですね。異常だということですね。お甲さんお茶ですか。ありがとうございます。3杯とコンティニューコインですね。それからレイさんお茶3杯4杯ですね。それからコンティニューコイン、こんばんは、配信ありがとうございます。はい。から石森さんコンティニューコイン、配信ありがとうございます。杉ライトさんコンティニューコインですね。でこれは一体何なのかと。単なる偶然ではないと思うんですね。私はこれはまあ、CIA が読売新聞あるいは東京新聞、正力松太郎とかですね、尾形竹虎っていうんですか、の読売と朝日のいわゆる社長が CIA の工作員だと、戦犯だったんですね。戦犯容疑者で、全く岸信介と全く同じような経緯で CIA のスパイになるということで、命を除名され、そして正力松太郎は、彼はもともと司法官僚というか、いわゆる特効官僚ですよ。それがなぜか読売新聞と日本テレビの社長になっちゃったと。そして CIA のスパイ工作員として、一つは原子力の平和利用の大キャンペーンを正力が、まあ、戦後免責免罪されて、国会議員になるわけですね。で初代の科学技術庁長官として、予算を獲得してですね、アメリカアイゼンハワーが中心になって推し進めた、いわゆる原子力の平和キャンペーンということで、原発を日本中に54基も作るという、いわゆる原発マフィアの初代のボスだったんですね。それが読売新聞とから日本テレビの社長をしてたということで、で正力松太郎をはじめとして大手マスコミの経営者が CIA が
実行させたことは、要するに 3C というんですか、 3S か、セックスとスポーツとスクリーン、その時代はそうですね、ということで国民を政治や宗教へ関心がいかないように、セックスとかから芸能界、スクリーン、映画、そして一番大きいのがスポーツですね。特に、読売ジャイアンツなんかの野球、プロ野球と、こういうことを大々的に彼らは報道して、それで国民を、要するに疑似戦争ですからね、団体競技で、A と B がぶつかるとこういう疑似戦争を煽って、闘争心を煽ったんですね。でこれは一体何かということですね。それとあと大きい目的は権力犯罪の隠蔽なんですね。権力者が権力を独占した権力者が戦争あるいは公金横領、税金横領、あるいはさまざまな権力犯罪を犯すということを隠蔽するために、国民の関心を別の方に持っていくということが最大の目的だったんですね。でこれはもう大手マスコミが歴代自民党政権と一体となって、情報操作、世論誘導を今までずっと現在もしているということなんですね。ですからどうでもいいような野球のどこが優勝したとか誰が完投したとかね、どうでもいいような情報をあたかも大々的に写真付きで、紙面を使って、垂れ流すということが毎日行われてるんですね。でこれは歴代自民党政権と大手マスコミが一体となって権力犯罪を隠蔽すると、で国民の関心をそらすと、そして、一般庶民の犯罪をですね、まあ、昨日この間言ってますけど、昨日か一昨日の私の主張の中でいわゆる冤罪事件をでっち上げられた70歳の大阪の人ですよね、少女を強姦したという少女の偽りの証言だけで、懲役12年という重罰を与えられて3年半刑務所に、いわゆる下僕してたと。そして、結局その少女が自分は嘘を言ってたということで、冤罪だということがはっきりして、したんですね。12年ですよ。でこういう権力犯罪、に関して彼を無実の70歳の高齢の男性をですね、少女を強姦したというでっち上げで、逮捕を起訴し、そして12年の実刑判決を出させるという、警察、検察、裁判所一体となって一般庶民のいわゆるでっち上げですよね、重罪にするということで、そのことを大手マスコミは警察、検察の情報を、一方的な垂れ流し情報をそのまま大本営発表するということで、その方がまさに少女を強姦した凶悪犯だと、12年警察刑務所に行っても当然だというような世論誘導をしてんですね。それでやる検察官は申し訳なかったという一言言って終わりというのは一体何なのかと、彼をでっち上げた警察、検察、裁判所、裁判官すべて、一斉に逮捕起訴し、その方と同じ12年の刑務所暮らしをしてもらうということをしない限り、日本はたとえ可視化を 100% 可視化したって、要するに権力を持ってる警察官、検察官、裁判所の判事が自らの
体験として、人を刑務所に送ると、あるいは人を死刑にするということがどれほど非人間的なものかということを自ら体験させないと無理なんですね、これね。で、高橋さん、今まで世界的権力者、その頂点にロシアがメディアを駆使して自分たちの都合のいいようなイメージ、その中には所詮お花畑もありを種流して一般の人たちを洗脳して、これまでいわゆる取り とあえて言いますが、オーウェリアンに持っていく魂胆が明白とこういうことですね。オーウェリアンっていうのはオーウェルのことなんですかね。いわゆるですね、はい。ということで、一般庶民の微罪あるいは、冤罪をでち上げて、あたかも凶悪犯罪のようにでち上げると、で厳罰に処するということをやって、他方権力犯罪を犯し、国民の生命と税金と安全と独立を破壊してきた政治家や霞が関売国官僚などの権力犯罪は一切免責免罪されてきたということの一環なんですね、これ。野球やサッカーやゴルフやテニス、スポーツ、競馬や競輪にギャンブルで、セックス記事を、垂れ流すというのは、世論誘導、情報操作なんですね。で、また歴代自民党とマスコミは国民の関心を政治と宗教や社会問題に向けさせないために、あ、これはそうですね。そして特に野球、サッカー等々の団体でぶつかる偽装戦争なんですね、これね。偽装戦争を大々的に報道させて、勝負に一喜一憂させて、国民に相手を打ち負かす戦士の闘争心を意図的に植え付けてんだと。特にワールドカップ、サッカーのワールドカップとか、あるいはワールドカップなんか言うと、なぜかですね、世界各地のいわゆる強豪のチームを選手を国別にばらしちゃうんですね。それで日本チーム、フランスチーム、オーストラリア、ドイツチームというふうに、いわゆるナショナリズムを意図的に、排外主義的な愛国心、ナショナリズムを異様に高揚させる仕組みができてるんですね。ですからオリンピック、国際オリンピックもそうなんですね。あれ国別対抗なんですね。そうすると必ず竹島の領有権をめぐって韓国と日本が緊張関係になったという時にですね、2012年かな、ロンドンオリンピックの最中かな、イ・ミョンバク、その当時の大統領が竹島に上陸して、それで煽ったんですね、韓国人の 対日敵外心を。それは意図的にやったんです。そして、韓国と日本のいわゆる対抗試合がものすごくナショナリズム高揚のために使われたということなんですね。ですから、偽装戦争なんですよ、あれは。そして、本物の戦争に持っていくという意図が隠されてるんですね。石家さん、あ、エレファントムさん、昨日の講演会でどなたかが日本は4件に1件が冤罪であるとおっしゃってました。これはそうですね、そうなんですよ。日本権に一件が冤罪なんて、要するにでっち上げてですね。
だから日本の場合は警察とか検察がこいつを犯人するというふうに決めたら、真実がどうであると関係ないんですね。そいつを有罪にするために必要な証言を集めちゃうんですね。証拠を集めると、でっち上げると。ですから一旦睨まれたら 99.99% 日本の刑事事件は有罪率になるっていうのはそこなんですよね。途中でこの人は無実だと、無罪になるという疑念がですね、警察官とか検察官に生じてもそんなことはどうでもいいんですよね。こいつを犯人に仕立て上げるための証拠証言を集めちゃうんですよ、権力を使って。ですからみんな偽証するわけですよね。これ林さんが言ってたのかな、林フリージャーナリストの林正明さんが言ってたと思うんですけど、4件に1件が冤罪だと。から石井家さん、裏権力が国民の吐く地下を推し進める 3S 政策にあっさり乗ってしまったこの国の愚かさに気がつこうという。そうですね、裏権力が国民の吐く地下を推し進める、吐く地下かそうですね、国民の吐く地下を推し進める 3S 政策にあっさり乗ってしまったということですね。あ、これですね。あ、そうですね、吐く地下ですね。はいはい。高橋さん、一権力者による超管理社会を描いた未来小説1984年の作者ジョージ・オーウェルにちなんで、権力により超管理世界をオーウェリアンと言います。ああ、そうなんだ。オーウェリアン、要するにワンワールドの世界ですね。ミルキーさん、アンブニアさん、司法取引という新しい制度の導入で冤罪が広がる危険性があると。司法取引を実施している米国で冤罪が広がっていると。冤罪はいつ自分の身に降りかかるか分かんないという、そういうことですよね。ということで、今日の私の主張は、日本のスポーツ紙が6紙か7紙もあって、それが連日どうでもいいような、報道価値がほとんどないような、どうでもいいような情報ですね、流し続けてると。野球やサッカーやゴルフやテニス、誰が優勝しようが関係ねえよと。から競馬や競輪などのギャンブル、そしてセックス記事、これは異常じゃないかと。こういう、それはもう単に偶然じゃなくて、歴代自民党政権と、大手マスコミが一体となって、国民に対する情報操作と世論誘導のために行ってきたんだと。で、その目的は、権力犯罪を隠蔽すると。で、国民の関心をそらすと。そして一般庶民の微罪を、あたかも凶悪犯罪のようにでっち上げて、国民を脅かすということですよね。で、彼ら権力を独占している権力者たちに、政治家や霞が関官僚等は権力犯罪を犯しても一切免責され、免罪されてきたということですよね。だから山崎さん、その通りですということですね。ですから、安倍晋三なんかまさに典型ですよね。彼がこの福島第一原発大事故の最大最高の責任者ですよ。彼が吉井議員かな、共産党の、2006年ですね、彼の安倍晋三第一次内閣の首相に対して、共産党の吉井議員が、専門家なんですね、彼は京大かなんかの原子力の専門家で、福島第一原発が大地震に見舞われ、津波に襲われたら予備電源、第二次電源が全て破壊され、冷却水が、循環冷却水がストップして、
核燃料が溶解し、スルーダウンし、スルース、スルーアウトするという危険性を質問したら、彼は、安倍晋三はですね、国会で大見を切ったんですね。我が国の原子力、原発の安全基準は世界一厳しいから、そんなことは到底ありえないと言ったわけですよ。で、ありえないことが起きたんですね、5年半後に。そして、ここの山梨まで、来たわけですよね。2011年3月14日3号炉の核爆発が北風に乗っかってですね、東京関東全域、甲信越まで来たと。で、4000万人が被爆したと。そして現在も200万人の福島県民が毎日被爆、内部被爆、外部被爆、そして、汚染ですね、水の汚染、土壌の汚染、空気の汚染にさらされているということの最大最高の責任者は安倍晋三だろうということなんですけど、彼が一切その彼の言動に対して、不作為ですよね、不作為に対して、何の責任追及もされず、何の、起訴も逮捕も強制捜査もされないと、そのまま第二次安倍内閣で再登場して、日本をとんでもない国に彼は持って行こうとしているということなんですね。福島第一原発事故の後処理をちゃんとしなかった理由は、安倍のバカな、ほとんど妄想的な戦略目的でしょうと。安倍は極刑でしょうと。死刑ですね。だから権力犯罪に対しては極刑は死刑ですよ。で、一般庶民の犯罪に関しては最高20年と。無期もないし、死刑もないと。そういうふうに刑事罰のあれを2つ分けるべきなんですね。あ、吉議員ですね。質問ダイジェストですね、YouTube、石井さんがアップしてくれましたね。砂月さん、コンティニューコインですね。吉井議員って残念ながらもう引退されちゃったんですね。それと、何でしたっけ、今日の集会でもイベント案内の中で、8月30日日曜日、来週日曜日、国会前に10万人と、おそらく30万人ぐらい集まると思うんですね。全国で100万人の戦争法案粉砕集会デモが予定されていますけど、ここ山梨県内での集会デモの情報っていうのはちょっと今取れないんですね。もしも山梨県内で8月30日日曜日、どっかで、甲府とかですね、あるいは隣町の、富士吉田市等々で集会デモがあるという情報をお持ちの方は、ぜひお知らせくださいと。私参加したいということなんですね。ランバさん、お茶ですね。ありがとうございます。そして、今日の拡散情報ですね。これは昨日の特別講演、山崎康彦の市民革命理論と何かの映像とテキストを1000万人の国民に届くよう、皆さん情報拡散してくださいということですね。で、これの URL を今貼り付けますんで、これ2つに分ける必要がありますね。あ、28、すごいな。なんて言った
20。1の方ですね。映像、ツイキャスですね。から、YouTube でも配信してますんで、録画見れますんで、YouTube と、からテキストですね。全文のテキスト。それと、要点のまとめ。ちょうどですね。映像テキストと、映像と YouTube 映像とテキスト全文とテキスト要点まとめと。ぜひこれを1000万人に届くように情報拡散しましょうということですね。それと、コンティニューコインですね。砂ずきんさん。で、特別講演ですね。要点まとめを、ここの今日のメインテーマに、持ってきましたね。それで、この山崎市民革命理論とは何かという要点なんですけど、これはいわゆる革命というイメージ、言葉のイメージが非常に暴力的で過激であるというイメージがあるんですけど、全然過激じゃないですね、私の言ってることは。基本理念というのは1947年の日本国憲法なんですね。日本国憲法というのは100%完全な憲法ではないと思うんですけど、でもほとんどかなりの部分が優れていると。1789年のフランス革命で登場したフランス人権宣言、これも基本理念の中に入れるべきだと思うんですけど、この2つですね、日本国憲法とそれからフランス人権宣言、この2つが基本理念になっていると。だから共産党の共産主義革命、あるいはプロレタリア革命というイデオロギーではないですね。この市民革命の基本理念というのは、いわゆる日本の最高法規である日本国憲法、それから世界で初めて人間の基本的人権とか基本的な自由とか三権分立とか、要するに絶対王政を否定する、世界で初めて、人間宣言を出したんですね。これがベースだと。イデオロギーをベースにした革命ではありませんよということなんで、全然過激じゃないと思うんですね。それから主体がいわゆるプロの政治家とかプロの革命家とかじゃないんですね。プロの労働組合幹部じゃないです。要するに普通に生活している市民と、そしてその市民が、自分の幸せは世界全体の人々が幸せにならない限り自分の幸せないんだというような基本的な考えを持っている人から利権や特権を拒絶する普通の市民と、そして政府や大手マスコミや御用評論家や御用学者が言う嘘を見破る賢明な普通の市民と、こういう普通の市民が1000万人集まれば、この市民革命っていうのは合法的平和的に実現できると。そこがポイントなんですね。ですから暴力革命でいわゆるクーデターを起こして、政権を転覆して、この革命をするんだっていうんじゃないんですね。でそれはもう明治維新でやられてて、で結局権力ボルシベキのロシア革命と同じように、ロマノフ王朝からいわゆるレーニン・スターリンのボルシェビキ、職業革命家エリートたちの支配にただ変わっただけと、基本的な社会構造は全然変わってないということは、明治維新もそうなんですね。本来だったら、本来の市民革命っていうのは江戸幕府を打倒して、江戸幕府が持ってた250年間築いてた
身分制度、市の公職の身分制度で、武士に全ての 権力、富が集中して、その他非武士の農工商の一般庶民が支配され絞り取られるという江戸封建制度の基本構造を変えないといけなかったんですね、本来は。でもそれ、基本構造をもともと変えようとして起こしたんじゃないですね、明治維新。まさに自分たちが権力を握るんだという軍事クーデターを、その当時のイギリス政府、日本を植民地にしたいという野望に燃えている、イギリス政府と、それからイギリス政府を実質支配していたロシアの国際金融マフィア、これらが長州、薩摩、土佐を中心にした下級武士、特に長州の田伏村といういわゆる朝鮮部落で、長い間非抑圧され、差別されてきたいわゆる差別部落民の怨念なり反、体制の怨念を利用してですね、彼らに、資金を与え、武器を与え、軍事訓練を与え、そして戦略支援も与えたと。そして、そのままいけばいわゆる武力的なクーデター的な暴力的な転覆がなければですね、江戸幕府慶喜とそれから孝明天皇が中心になって公武合体 をして、幕府とそれから天皇が平和的に新しい体制に移行すると緩やかな二院制みたいなものができてるはず、できたはずなんですね。そうすると平和的な政権移行ということだと、いわゆるクーデター派にとっては全然面白くないんですね。権力は独占的に掌握できないということで、彼らは天皇二人を殺して、それで睦仁という15歳の孝明天皇の嫡子をも殺して、睦仁に、田伏村出身の大室虎之助を偽装させて、明治天皇として、偽装させたということをしない限り彼らは権力握れなかったんですね。そしてその2人の天皇を殺し、現在の明治天皇は偽物だということを絶対ばらされないというために、天皇を絶対化し神格化しちゃったと。それが伊藤博文がでち上げた明治憲法、大日本帝国憲法なんです。それによって、天皇が欧米の絶対君主すらも持てなかった、いわゆる国の統治権、軍の統帥権、議会の解散権、議会の法律提案権とともに神権も持っちゃったということで、生き神様の明治天皇、大正天皇、昭和天皇、彼らが結局権力を独占して、そして自分たちの国力を誇示するために欧米列強に対抗するために、海外侵略して大東亜共栄圏というものを作っていくという流れになったんですね。ロシアにおけるロマノフ王朝からの偏差は結局日本と似てますんで、残存している権力支配層、覇権主義者のを自由思想の私たちがいかにどうするかということですよね。そうなんですね。だからロシア革命と明治維新ってすごい似てると思いますよね。上からの外国勢力が中心になって起こした軍事革命だと。で、上だけ変わって、社会のあるいは政治的経済的社会的な基本構造は全然変わらなかったと。上だけ変わったと。
いうことですよね。家、吉野部でなくと家持ちが将軍だったらではないでしょうかと。うん。だから家持ちがいわゆる、あれですよね、公武合体で、孝明天皇の妹和宮をめとったんですね。そして家持ちが亡くなったんですよね。死んで、家定かな、若い二十歳の家定がもう殺されたと思うんですね。彼は第一次朝鮮征伐の時の大将として大阪城にいた時に突然亡くなったんですね。で、なぜかというと、要するに家持ち家定といういわゆる孝明天皇とつながった公武合体派、平和革命路線の将軍が邪魔になったんですね。それで家定を殺して、尊王攘夷の慶喜に変えちゃったということでしょう。ということだと私は思いますけどね。高橋さん、山崎さんの安倍のような公的人間と一般の人と分けるべきは分かるのですが、それでも私は私の心情として死刑はいかない人に対しても反対するということははっきり伝えておきます。それ以外は大いに賛成ですと。なるほどね。ただまあ基本的には死刑というのは人間が、権力者が人間を殺すということですけど、要するに、権力犯罪で最悪のものっていうのは侵略戦争犯罪だと思うんですね。それで、何回も言ってますように、第一次世界大戦で3700万、第二次世界大戦のいわゆるヨーロッパ戦線、ヒトラーのヨーロッパ、ソ連、北アフリカ侵略で5000万から最高8000万人なんですよ。そして、昭和天皇のアジア太平洋侵略戦争による犠牲者は5000万、4000万から5000万と言われてるんですね。ですから、桁が違うんですよね。だから、権力犯罪の最悪の権力犯罪である侵略戦争を企画、立案、そして実行した昭和天皇、あるいは原爆を一般市民の一番集まる時を狙って無差別に原爆を投下した、広島長崎に投下したトゥルーマン大統領、あるいは当時の陸軍長官とか海軍長官とスティーブソン等々っていうのは瞬時に14万、広島、長崎で9万と。で、5年後には広島で20万人、長崎で14万人。で、今でも後遺症に苦しんでる人がいるということに対して、僕は死刑だと思いますね。全然違いますよね。それで民間人の最高刑は懲役20年と。で、死刑廃止して無期懲役もなくすと。こういうのはバランスが取れてんじゃないかというふうに私は思いますけどね。幕府側でも田伏クーデターがあったということです。そうなんですよね。だから公武合体派を殲滅するという陰謀があったんですね。それで幕府側を慶喜に変えて、尊王攘夷派の将軍に変えたということですね。全くその通りですが、それでも犠牲者の数の問題ではなく、戦争の 大元から根こそぎ変えなくてはいけないのではないでしょうかと。戦争の大元、原因ですね。だから戦争がなくなれば、侵略戦争がなくなれば
権力者への死刑判決っていうのはなくなると思うんですよね。だから、権力犯罪に対して死刑をこう執行するということは暫定的な処置だということでしょうね。大阪市鎮で鬼塚氏後援聞く、ああいいですね。これは、ああこれは成功すればいいですね。面白いですね。ということですね。今は45分。はい。それと、何の話だ。ああ、我々の望む、来るべき市民革命っていうのは恐ろしいもんじゃないですよと。我々が素朴に感じて、日々の生活の中でおかしいんじゃないということをどん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 突き詰めると、結局は、国民を支配し、搾取する基本構造があるんだと。それはずっと遡ると明治維新まで行くんだと。そして、天皇二人を殺して、偽装した明治天皇がずっと今の平成天皇まで続いちゃってるでっち上げ天皇制と、それからこの上からの外国勢力と一体となって、軍事クーデターを起こした田伏マフィアと田伏システムと、このことが明治維新から大正昭和平成とずっと続いてきたんだということを我々は見てるわけですね。現状認識として。ですからそれを根本的にこの基本構造支配作戦の基本構造を変えるためにはどうしたらいいかということで、結局は騙されない賢明な市民が戦う利権と特権を拒否する普通の市民が1000万人覚醒して、勉強会開いて、家族勉強会から草なら勉強会を開いて、そしてその中から代表をその地域の議会に送ると。そして全国組織として、市民革命党を作ると。でそれが国会でも衆議院でも参議院でも他の勢力と一緒になって多数派を形成すると。そうすると初めて地方と、鬼塚氏の本ですね、本当に読んでいただきたいと、全世界の人たちにということですね。そして、地域政党としての市民革命、党と、それから全国政党としての市民革命党が一緒になって、地方と国会で多数派を握ると。そして、市民革命政権を樹立して、そして政権公約を実行するとこういうことなんですね。ですから、まあ、時間はかかると思うんですけど、でもこれが急がば回れ、要するに一見ものすごく時間がかかるように思うんですけど、でもこれが一旦動き始めるとものすごい勢いで加速すると思うんですね。そして日本で成功すれば、これがアメリカで EU イギリス等々の先進国に、波及すると。急がば回れですね。波及して、で日本で、市民革命政権が樹立して公約を実行すると。で最大の公約の実行っていうのは世界共通でのことは、要するに、民間銀行から信用総特権を剥奪して、勝手に、他人の預金を見せ金にして、準備預金制度による無から金を生じるような先のシステムを直ちにやめさせると。それが日本で、実現し、アメリカで実行され、ヨーロッパで実行されれば、まさに、
ロシア領、国際金融マフィアの金融支配の源泉が崩れればですね、それはもう画期的なことですよ。そして中央銀行を国民化するということですね。国民の手に戻す。そして中央銀行から紙幣の印刷権を剥奪して勝手に印刷するんだと。国会が常設する中央銀行運営決定最高委員会みたいなところで、その年の、あるいは次の年の来年の GDP を予測して、その GDP、 例えば500兆の GDP が予想されるということだと、その500兆を健全に循環させるためにはどのぐらいの円が必要なのかということを国会が出すんですね。それで現在市中に出回ってる現金は何兆円だから、差額何兆円を新たに印刷して、でそれを日銀がですね、支店もあるいはさまざまな ATM 等々を通じて個人から企業から地方自治体、政府に直接利子なしで貸すと、手数料だけ取るということなんですね。ですから民間銀行っていうのはもう基本的にはいらないという世界になるんですね。でそれが先進国で実現すればですね、全世界に波及するんですよね。その波及効果っていうのはものすごくて、で結局今まで世界を支配してきた金融力プラス軍事力プラス、大手メディア支配プラス宗教支配プラス王政支配、それが全部基本的には崩壊解体されるということなんですね。ですから民間銀行と から地方銀行と政府三位一体となって信用創造特権による信用創造、それを解体すると、廃絶すると。そうすると国民生活というのは、目に見える形で改善されるんですよね。山崎さん、全くその通りです。私は全く新しい革命に心震えますと。宮沢賢治世界の平和の実現の、そうですね。宮沢賢治の世界が世界中で実現するということだと思うんですよね。同意。鬼塚氏の本、本当に読んでいただきたいと。全世界の人たちにと。そうですよね。から運河トネさんお茶ですね。それから吉尾薄井さんお茶ですね。大阪シティズンで鬼塚氏講演企画ぜひ成功とですね。鬼塚さんも別府なんですね。あの方、全国全世界に登場してもらいたいということですね。まだ具体的に決定したわけでは企画なんですね。でもいい時期ですよね。ということですね。今日のメインテーマです。まあ昨日の講演の補足みたいなもんですね。ですから革命、あるいは革命の持つ日本では非常に意図的にですね、革命という言葉が暴力的あるいは過激なイメージにされちゃってるんですね。でフランス革命の革命記念日って毎年7月14日で、まあ、フランスはその日は休日で、朝からシャンゼリゼ通り、エトワール広場とシャンゼリゼ通りを通って、コンコルド広場までの大通りをフランスの軍隊が行進するんですね。戦車とかね。そして、国民がフランス革命を祝うという日なんですけど、日本ではなぜかフランス革命記念日と言わないでシャンソン、
パリ祭というお祭りになっちゃったんですね。だからシャンソン大会みたいなイメージになっちゃってて、これはおそらく電通とか博報堂とかですね、大手マスコミがそのように決めて、革命という名前を隠すということで、パリ祭に変えちゃったということだと思うんですけど、それじゃあなんで、明治維新っていうのはフランスみたいに休日になって国民が全国民が祝わないのと、もしも明治維新が日本を近代国家に脱皮するためにした脱藩した若い兵士たちが情熱を持って、命を懸けて、この市民革命を実行したものだと言うんであれば、教科書なんかそう書いてあるんですよね。あるいは司馬遼太郎史観なんかまさにそういうことなんですけど、もしもそれが本当だったら明治維新は国民が祝うものになってるはずなんですけど、一切そんなことないですよね。明治維新を国民の祭日にしようとこういう言葉全然聞かないですよね。むしろ隠そうとそれで明治維新の真実がバレないように日本では大学に歴史学部っていうのはないんですよね。文学部の付属みたいな形で歴史学科とか、ね、人文学部の歴史学科とか、ね、歴史学部ってないんですよ。これはもう明治維新が非常にいかがわしいと、外国勢力と一体となった一部下級武士が軍事クーデターで、天皇二人を殺してそれで差し替えちゃったという真実が絶対バレないように、してるということじゃないですかね。高橋さん、そうなんです。反権力は日本人の美徳みたいに捉えられたら本当に困りますと、それは大きな間違いでしょうということですね。で、今日のトピックスですね、東証が急落したと、安倍晋三が全電源崩壊は起こりえないという答弁を削除したのか、やるよねあいつだったら改ざんですよ。だから、大日本、アジア侵略戦争、昭和天皇、岸信介なんかがやった、大東亜戦争、アジア太平洋侵略戦争は、侵略戦争ではないと。あれは、日本を防衛するための自己防衛戦争であり、そしてアジア諸国が欧米白人列強に、植民地されていると。植民地支配から解放するためのアジア人民を解放する解放戦争だったというふうに言ってるんですね、これね。だからそれと全く同じで、都合の悪いことは全部削除する、で修正する、でち上げるということでしょうね。エレファントムさん、瀬島流動と匠、勝る天皇派の、これはいい本ですね。鬼塚さんはおすすめですと。田伏システム、昭和天皇の戦争犯罪を知ろうと。安倍は脅迫犯罪者ですと。高橋さん、まさにそうです。あんな悪いやつがなんで、首相になっちゃうのと。東証の急落、895円安と。アジア市場にも連鎖ということで、終わり値が1840円と、今日月曜ですから おそらく明日も下がるでしょう。ということは1万8000円を切るでしょうね。1929年のニューヨークの株の暴落から始まったブラック
マンデーのマンデーというのは、暴落が始まったのが木曜なんですね。木曜が暴落して、金曜も暴落したんですけど、翌週の月火がものすごく暴落して、世界恐慌を引き起こしたということなので、今日が895円。ですから明日が、同じぐらい下がるんじゃないですかね。だから1万8000円は軽く、突破されちゃうということでしょう。それで、これに対して、グリップっていうんですかね。いわゆる政府系の年金基金の買い支えが、上限までもう来ちゃってるから、もはや買い支え できないと。25% なんですね。24% ぐらいになっちゃってる。それともう一つが、日銀が、株を買ってんですね。TEF っていうのかな。で、日銀も、もう、おそらく、現時点で、350兆ぐらいになっちゃってるんじゃないですかね。だ予定、日銀も、民間銀行の国債を買うということで、異次元の金融緩和をしてるんですけど、それも2年間、3年間で350兆と、もう上限に来てるんですね。だから買い支える資金がなくなっちゃってるということでしょう。が2番目、シールズ呼びかけ、全国60カ所でデモと、昨日60カ所以上でシールズが呼びかけた全国若者一斉行動で、東京では6500人、青山、表参道周辺ですね。からシールズ6500人でも大人は指をくわえて見てる場合かと、日刊現代ですね。今62分45秒ですね。はい。小泉対橋流、小沢対空き缶、亀井氏追放、これは国政の前段階クーデター、そして野田の破れかぶれ自爆テロ解散、我々は正当な政権交代を取り戻すのですから何も後ろめたいことはないという、そういうことですね。それから泉田知事と初会談、狼狽する田中原子力規制委員長ということで、これはあれですね、田中隆作さんですね。これ URL 貼り付けるの忘れちゃったんですけど、ぜひこれ読んでください。田中隆作さん、かなり狼狽したみたいですね、田中さんは。これですね、ちょっと URL 貼り付け忘れました。それと、創価学会員が安保法案勉強会成立後押しや疑問ということで、 NHK ニュース8月22日、これは NHK が珍しく大阪で行われた戦争法案反対の創価学会の集会を取材したんですね。参加者が80名ということですね。すごい今あれですね、創価学会から締め付けが来てると。リスト作るから全県に、反対する会員の名簿を出せとかなんですね。から今日の重要情報、 IS を利用してシリアの体制転覆を NATO と同じように倒そうとしてイスラエル機をシリアが撃墜ということで、これそうですね、桜井ジャーナルさんですね。これもなかなか、内部情報で他のメディアでは出てこない情報ですね。
マイナス8。泉田知事と初会談ということで、田中隆作さんの URL 貼り付けてくれましたね。砂ずきんさんとエレファントムさん。それと、今日の注目情報、安倍首相の積極的平和主義や東洋だったと、言葉を作った世界的権威の学者が正反対の意味で使っていると徹底批判と、これリテラですね。このリテラもいいですね。リテラって林さんに聞いたら、才蔵がやってるみたいですね。才蔵っていう雑誌がありますよね。それがやってると。マイナス10。リテラ。これですね。ということで、今日の放送はこれで終わりですね。今は午後8時半ですね。66分35秒、閲覧68名様、計161名様、コメント68件、それとたくさんのコメントと、それからコンティニューコイント、お茶ですね、いただきました。ありがとうございました。それじゃあ今日月曜日の放送はこれで終わりです。また明日火曜日よろしくお願いします。お疲れ様でした。